勝友渡る神社は、伊勢神宮高大神宮の抹社、内宮の抹社16社のうち、第9位である。三重県伊勢市香のみ町、田んぼの中に鎮座する。四下海の集落からは少し離れている。かつては、伊豆津川が、シャチのすぐ近くを流れており、船着き場もあったとされる。身体は石で、石畳の上に祀られている。社殿はない。祭神は、遠い日。 女命。大都市神の子で、五国の守護神である。社地の面積は一世七歩ある。神宮百二十五社のうち、内宮、下宮両宮域外に鎮座する神社の中で、最も社地の狭い神社である。創建府省。伊勢神宮末社の定義より、広大神宮儀式町成立、すなわち、延暦二十三年以前から存在したことになる。明治四年。 近代社学制度の創設により、内空抹社でありながら、渡来県管轄の尊者に列し、伊勢神宮と渡来県から二重に所管されることとなった。こうした二重管轄は、他の神宮雪抹社でも発生したため、神宮寺長は、教部省に諮ったところ、十一の抹社が、神宮の管轄から外れた一方、勝戸無渡る神社と、下空拙者の五色神社はそのまま二重管轄とする。 ことが、明治5年4月に申し渡された。勝友渡る神社では1881年12月に、宇治子が内空抹社と孫社の分離を求めた。四下会の住民は、明治4年に本来は、鎮座地も祭人も異なっていた、内空抹社と孫社が混同され、事実上神宮所管となり、孫社として住民が管理できなくなってしまったと、訴えた。さらに、明治年に、 孫社、八王子社が、勝富渡る神社に解消され、祭人も、勝富渡る神社の祭人に改められたという書類と、勝富渡る神社の旧社地が、八王子社の社地と異なることを示す書類を証拠として提出した。神宮、三重県庁、内務省の三社で協議を重ねた結果、1886年2月に、内空末社と孫社を分離することで決着した。 同じく二重管轄とされた五色神社には住民の分離運動が行われたという記録はなく、分離問題はなかったと見られている。シャチは農道に面している。付近に駐車場はない。ありがとうございます。